はーい、サーブチャンネル、チュンジュルチュ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 。はい、久しぶりのサブチャンネルでございます。お久しぶりでございます。かなり空いてしまいましたね。もう何ヶ月サブチャンネルなんか撮ってないんでしょうかという感じなんですけれども、理由は太った肌荒れによる、自己肯定感の低下、それによる編集力の低下、そして、妊娠によるストレス、もうすべて、もうすべてイライラ、ボサボサ、ガチャガチャ、ごちょごちょということで、もうすべてが嫌になって動画を全然撮っていませんでした。正直に言うと本当に申し訳ございません。申し訳ございませんっていうか、まあ私は自分に無理なくやってるから別にまあそれでいいよって感じだと思うんだけど、みんなもうん。見て、こうやってブツブツ肌荒れができて、もう最悪って感じの気分なんだけど、まあ隠しつつ、まあ今日もね、今日は久しぶりにサブチャンネルを撮っていきたいと思います。ボスもうね、ポンスももうかなり大きくなって、もう超見て、並べたの、見して、うわすごいです。ね、見てて、数えるよ。うん、数えて。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!5 個もさ、開けた。なんだそれ。10個数えたのに5個も開けて、もうね、意味わかんないです。もうこんな感じで毎日もう仮面ライダーって感じで、もう頭の中が仮面ライダーでいっぱいです。もう私もそろそろ全仮面ライダーの変身を覚えてしまいそうなくらい仮面ライダーでいっぱいなんですけれども今日は何をするかというと、私最近ね、YouTube はやってなかったんだけど、インスタライブはよくやってたんですよ。インスタライブはなぜかってね、フィルターが使えるから、離れとかも全部荒とか隠せるから最高と思って、インスタライブだけはよくやってたんだけど、トミーとコラボした時があったんですよ、インスタライブで。で、その時に、トミーがフレンチトーストを作ってて、私も欲しい、ちょうだい、送ってみたいな感じで私が言ったら、なんか、いいよって言って本当に届けてくれたということで、今こちらのねフレンチトーストが届いたんですよ。美味しそうな、でこれがなんかトミーの一押しらしくて、ずっと食べたかったので、今日はこれを焼いておやつに食べたいと思います。はい、やーい、はい、ということで、なんかねポンスがね今ね遊んでたら、てかめっちゃちょっとすりむいちゃって、で、すりむいたって言っていじけて、絆創膏貼って仮面ライダー見てたら寝てしまいました。なので私が一人で作っていきたいと思います。どこにあるんだろうこれ。新宿のどっかしらにあるこのパンケーキ屋さんらしいです。めっちゃ可愛いね。これが自宅で食べれるということでね、こういう作り方も説明書と一緒に書いてあるんで、これを見て作っていきたいと思います。まずね、これね冷凍で送られてくるから、冷蔵庫でちょっと解凍して、でその後に30分常温で解凍して、そこから調理していく感じですね。解凍にまず時間がかかる。はい、まずフライパンを極弱火で温めておきます。なんだそれ。もうこの時点でもう解凍したんだけど、この時点でねもう結構ふわふわ、もうしかもこれ2枚かと思いきやこれで1枚だからね、マジで美味しそう。もうこの時点ですでに美味しそうです。次はねサラダ油を引くんだけど、バターは使わなくて、余分なサラダ油はキッチンペーパーで拭き取るって書いてある。どんぐらい引くかわからんが、こんぐらいでいいや。でフレンチトーストを乗せます。フライパンの蓋をしない。じゃあ乗せます。ちょっとちぎれそう、怖い。本当にふわふわ、この時点でふわふわ。うわ、いきます、せーの、やばい、美味しそう、音がやばい。3、4分で焼き目がつきます。で美味しそう。なんか別添えでこんな感じでホイップクリームとこういうベリーみたいなのも入ってた。美味しそう。マジトミーありがとう。トミーちゃん、トミーちゃん、ありがとうありがとうトミーちゃん。でもなんか焼いてるうちにこうちょっとふわって傘が増した気がする。名称は生のフレンチトーストっていうんだって。美味しそう。もういいかな。ち
ひっくり返してみようかな、若干。え、やばい、待って、匂いめっちゃいい。ひっくり返します、せーの、ほい、キャー、ほい、うわ、超いい色、うわ、やばいんだけど、卵焼き、あー、おいしそう、最高。うるさい、今ポンスが寝てるんだって恐れてた。やばすぎない？マジで美味しそうなんですけど。ねえ、今どんな気持ちいい、どんな気持ちいい、どんな気持ちいい、ね、どんな気持ちいい。こういうものが美味しく見える皿っていうのはね、もうね、絶対これです。これ、もう木、もう最近私マジ木にハマってて、もう木の素晴らしさにもう本当に感動してんの。もう家具とかも全部木とかに変えようと思ってて、今探してんだけどさ、もうね、皿も木がいいし、もう木って最高、本当にすごいパワーがある。うん、で、これ 3,4 分で焼き目がつくので、お好みの焦げ目がついたらひっくり返して、もう片方も同じように3分焼いてくださいって書いてある。コンロの大きさによって多少焼き時間が変わります。2分くらいで一度焼き具合を確認してねって書いてある。好みでトッピングにこういうメープルソースだったり、チェリーだったり、あ、ホイップクリームだったりをやると美味しいよってことですね。私はホイップクリームがあんまり好きじゃないんですよ。こう見えてホイップクリーム大好きそうな、なんかムチムチ感だと思うんだけど、ホイップクリームはそう、こう見えてあんまり好きじゃないの。だからこのチェリーと、チェリー、ベリー、ミックスベリーみたいなやつとメープルシロップで食べたいと思います。見本だとね、こんな風になってる。あ、美味しそうだね。でもさ、美味しそうだからちょっとやってみようかな、ホイップクリーム。感じに、すごいいい感じ。もういいかな、止めちゃおう。よし、ちょっとね、盛り付け大事だよね。こういう感じかな。あー、美味しそう。ほら、木に乗せたらもう一気に美味しそう。ちょっとカリッとしてるくらいが私はいいかなと思う。少しね、焦げ目は濃いめにつけたのかな。ちょっと重ねちゃうみたいなね。で、ベリーをねやるんですよ。本当ですね。あ、これ押したら出ちゃうんだ。押したら出ちゃう感じね。はい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 、オッケー。うん、どこやってチェリーさんを、こんな感じかな。やばいです、これは。超いい。じゃん。あ、これサムネだね、サムネ。これにメープルソースをまたね、やるんよ。これでもう完成。いくよ、メープルソースかけますよ。せーの。うわ、やばい。はい。はい、極上。極上です。てるーん。このさ、輝きがいいよね、メープルの。ちょっと写真だと分かりづらい。あ、画像だと分かりづらいけど。いや、映像だと分かりづらいけど。もういいや、私ここでキッチンで食べよう、一人で。では、実食。いただきます。やば、超美味しそう。まずはもう何もかけないでいっちゃうね。あ、カリッとしてる。ふわふわです。いただきます。美味しすぎ。え、やばいよこれ。こんな感じなんだけど、超しっとり。マジ生のってフレンチトーストっていう名前だけど、本当になんか生って感じ。これやばい、マジベロッとなくなる。あ、こういう感じ。これ絶対うまい。ベリーと食べるとなんかさっぱりする。美味しすぎるよ。みんな食べてみて。よかった、ファミリーや友達で本当よかった、ありがとう。え、これマジで余裕で1個食べれちゃうよ。いい？知らないよ、知らない。なんかさ、トミーとご飯行くとさ、なんか何も気にせず、なんかご飯が行ける友達ナンバーワン。なんでかってね、前にね、私がね、なんかデザート食べたいなーって言ったの。そしたらね、あ、すいません。あのデザートメニューの、あの、こっからここまで一つずつ、みたいな。そんなに、いいじゃんいいじゃん、食べよって言って。トミーがめっちゃフレンチトーストとか食べてて。いや、トミーも甘いの好きだからいいんだけどさ、まあ人数もいたし、まあまあ。一種類ずつを頼んだっていうね、超贅沢なデザートを食べたなっていう、もうめっちゃ思い出。それがマジあっという間に完食した。ごちそうさまでした。最高に幸せだった。
うん、ポンスってなんかパンケーキとかあんま好きじゃないからちょっと食べるかわかんないね。でも揚げてみたいと思います。後で焼いてあげて。ということで、またいつになるかわかんないけどサブチャンネルを撮ったりメインチャンネルを撮ったりしたいと思います。でも今はなんかあまり無理なくしてるので、気長に待っていただけたら嬉しいです。ということで、またねー、バイバーイ。